キリト君もね。ゆいちゃん、センスいいじゃない。パパ、ママ、ありがとうございます。ここまで作れるなら、他にも衣装を作って売れば繁盛するかもよ。どうでしょう。私、パパとママのためだったから作ることができた気がするんです。嬉しいこと言ってくれるじゃない。もうこの子は。キリト君ずるい。自分だけ先に湖の中に入るなんて。そうですよパパ、ずるいです。そんなこと言う人には、えい。通用するわけないでしょ。ゆいちゃん、そっちに回って。挟み撃ちにするわよ。わかりました、ママ。パパ、覚悟してください。その構え、まさか二刀流？ゆいちゃん、気をつけて。キリト君は私たちをいっぺんに攻撃するつもりみたい。パパ、あんまりです。私を攻撃しようとするなんて。私、ここがアインクラッドの中で一番綺麗な場所だと思うんです。だからぜひパパとママに見てほしくて。22層の私たちの家があったところも綺麗な場所だったけど、うん、
景色の美しさなら圧倒的にここの方がすごいよね。あ、それは私も思った。リフレッシュできた気がするよね。76層に来てから下の層に戻れなくなって前のお家には行けなくなっちゃいましたよね。だからあのお家とは違いますけど、でも少しでもあのお家にいた時みたいな気持ちになれればなって思ったので。ママがそんな風に感じてくれたなら大成功です。ゆいちゃん、あれ、パパ、ママどうしたんですか？私のこと抱きしめてくれるなんて。ゆいちゃん、窮屈だったらごめん。でもこうしたいの。窮屈だなんてそんなこと絶対にありません。無事、宿に帰還です。パパ、ママ、お疲れ様でした。ゆいちゃんも案内ご苦労様。外で水着になってたのに日焼けの心配がないってかなりありがたいかも。湖を反対側まで見てくるとか無茶なことするからじゃない。ゆいちゃん、もう何度言ったかわかんないけど、ほんとありがとう。どういたしましてです。ただ
中にそうなパパとママのお家に帰りたいってことも思いました。あの場所は綺麗なだけじゃない、そんな気がします。私たちの帰る場所があそこだったから。もう戻ることはできなさそうなのがちょっと残念だよね。私はこの宿屋さん好きですよ。他の人たちもいるからいつも賑やかですし。そうね、私たち三人がいる場所が家。うん、それでいいと思う。おいおい、キリト、遅かったじゃねえか。確かに約束はしてなかったが、そろそろあの時期だってわかるだろ。さて、これで全員揃ったということで、ボス攻略完了。お疲れさん。次の階層も頑張っていこう。攻略おめでとう。これって結構順調に進んでるのかな。この調子なら全階層クリアもそんなに遠くないかも。油断は禁物だと思うけど、たまには息抜きも必要よね。
これからの攻略を頑張るためにも、今日は思いっきり息抜きして楽しもう。そういうこと。余裕のない人生なんて終わったも当然だよね。ほらよ、シリカ、できた料理からどんどん運んでいってくれ。わかりました。うわー、美味しそうな料理がたくさん。まあ、アスナに手伝ってもらったからな。腹いっぱい食って英気を養ってくれよ。みんなに料理をおごっちまうなんて太っ腹。何言ってんだ。今日のパーティーの料理代は全部主催のお前持ちじゃねえのか。はあ？おいおい、そんなこと全然聞いてねえぞ。何？今日のパーティーはクラインのおごり？ラッキー！ゴチになるわね。クラインさん、ありがとうございます。おお、この程度の出費どうってことです。ちゃんの分もね。ママ、ありがとうございます。それじゃあ、3人で一緒に食べましょう。家族水入らずっぽくされると間に入りづらいんだけど。私もキリトさんの分の料理持っていこうと思ってたのにな。キリト、その料理美味しい？私も一口。美味しい。あの二人相当な強者ね。その場も温まってきたことだし、いいもん見せてやるぜ。よく知ってるじゃねえか。その通り。なんとちゃんと歌詞も出るんだぜ。
シーンって何ですか？簡単に言うと、歌を歌うための伴奏をしてくれる機械のことかな。俺にもわからんが、宴会用のいいアイテムが手に入るってクエストがあったんで、進めたら手に入ったんだ。じゃあみんなで1曲ずつぐらいどうだ？結構いろんな曲が入ってるぜ。おお、思ったより本格的だね。これなら相当楽しめそうだよ。久しぶりに歌っちゃおうかな。みんなで歌を歌うの？何それ、すっごく楽しそうじゃん。私もやる。みんなでってことはキリトさんも歌うんですか？私もちょっと恥ずかしいですけど。カラオケか、あんまり行ったことないんだけど、私も歌ってみる。私はパスでいいわよね。別に無理に歌うこともないんじゃない？カラオケなんてそういうものでしょ。でも私はせっかくだから歌ってみたいかな。キリト君とデュエットとか。難しいよね。パパとママが一緒に歌うんですか？ぜひ聞いてみたいです。じゃあ3人で歌ってみようか。それでは僭越ながら私クラインがトップバッターを務めさせていただきます。ってあれ、なんねぞこれ。どうしたのクライン、変なもんつかまされたんじゃない？いや、そんなはずはねえ。おかしいな、これ。
クラインらしいオチね。いや、そんなはずはねえ。宴会用のいいアイテムな。お前らしいぜ、ったく。期待した分、がっかりしちゃった。この言われよ。おい、お前ら飯をおごってもらうだけでもありがたいって思えないのかよ。ごちそうさまです、クラインさん。がっくり来たっていうかねえ。私すごくキリトさんの歌聞きたかったです。私も聞いてみたかったけど、しょうがないじゃない。結局クラインなんかに期待しちゃいけなかったのよ。またの機会もあるだろう。そうなる？散々期待させたんだから当然でしょうが。クラインさん、ありがとうございます。私すっごく楽しみです。おチョロいわね。